どうも、ベトナムの内です。今回は、昨日の、柱時計メンテナンスの後編ですね。まずは昨日取り外したウズリン取り付けなんですけども、まあ、こういうのはね、いらんこと本来外すべきじゃないですね。特にこの八角タイプのやつは、前面が全部は開かないもんですから、ネジをちょっと斜めにぶち込む感じで。ね、こういうので失敗をすると音が悪くなったりするんで、いらんことを外さない方がいいと思います。まあ、どうにかちゃんと取り付けはできましたが。で、あとは機械を組み付けですね。まあ、その前にちょっと周りが汚いんで、靴墨でちょっと掃除をしたら綺麗にならないかなと思って。拭いてみました。まあ、ちょっとはね、綺麗になりますし、まあ、こういう古い時計は逆にあまりピカピカに新品状態にするってのもなんか違うかなって感じなんで、まあ、こんな感じでちょっと小綺麗にして使うってのがいいんじゃないですかね。ただ、靴墨を使うというのはあんまり正解じゃないような気がします。まあ、かといってね、これワックスを使ったりするとピカピカに輝いてしまって、それもそれで違うんで、まあ、ちょっとね、このやり方をやってみたというところです。そんなに違和感はないんでいいのかなと。まあ、写真で動画で見るとちょっと輝きすぎてる感じもありますね。はい、まあ、いろいろと試しながら、柱時計の方を楽しんでいきたいと思ってます。まあ、本当はこの下の方とかね、傷がついてんで、なんかタッチアップ的なもので色も塗りたいなと思ってるんですが、なんかいい塗料を探します。で、やっと本体の方ですね。これ取り外して機械へ取り付けていきます。まあ、これはウズリンのところをちょっと注意して入れないとうまく入らず引っかかったりするんですけど、まあ、それなりにスムースに引っかかりま、えー、はまりました。で、ネジ止めですね。これ本打ち式という、本打ち式じゃないですね、間違えました。数取り式というタイプで時報を鳴らすんで、ちょっと部品に触れてしまうと音が鳴ってしまうんですけども、まあ、これちょっと取り付けた時点で、まあ、触れてしまって音が鳴るんですが、まあ、なかなかいい音が出てるんじゃないかなと思います。音としてはね、このタイプのウズリンの音が好きなんですが、ただ実は私、柱時計の方はこれより後の世代の昭和の時代の四角い箱のやつが実は一番好みだったりします。まあ、それも他に3つほど持っているんで、またいずれ紹介する時があると思います。で、もう文字盤取り付けて、あとは壁の方に付けていくんですが、ちょっとこの下のね、重りをきれいにしてみようかなと思ってメタルポリッシュで、磨いてみました。これも磨きすぎるとやっぱり違和感があるのかなと思って、ちょっと軽く、掃除して輝いて、ちょっと輝くって感じでいいのかなと。で、実際取り付けですね。これ針を後からつけていくんですが、時報と針の位置を合わさなきゃいけないんで、まず針、長針の方ですね、適当なところにつけて、回していくと時報が鳴るところね、そこがちょうどのところなんで、ここで一旦音が鳴ってますんで、45度間違えてる。まあ、さらに、45、90度ですね、間違えました。まあ、こうやって位置を合わせて回していくと、今度はね、時報の数を聞きながら、針と時報が合ってるのかを確認していくんですけども、まあ、時には30分ずれたまんま針をつけちゃったりすることがあるかもしれないので、こう確認していってます。で、あとはさっき2時の時報になったんで、わざと3時で合わせて、これで、時報は2時半で、次に、3時の時報が鳴るので、
ここで下の、出てるピンを押して時報と、針の時間を合わすと、1回押して、3時半ですね。でもう1回押して、これで、4時の時報になると。まあこれで、終了です。あとは重りをつけて時計を動かして、まあ、しばらく動かしてズレとかを確認していきます。それではどうも今回ご視聴ありがとうございました。